俺の名は東方丈介、スタンドの名はクレイジーダイヤモンド。射程距離は短いが、パンチの速度は時速60キロなんてあくびが出るスピードじゃねえんだぞ。測ったことはねえがよ、もっと近づけば時速300キロは出るぞ。おい、これ待てよ。まだ背骨は折れてるし、手足も折れてる、寝返りも打てねえ負傷者なんだぜ。そんな情けねえ俺を直に痛めつけるっていうのかよ。分かったよ。トンネルの中のやつ解放するよ。まだ生きてると思う。栄養補給すれば助かると思うぜ。だからまさかこんな怪我人をぶちのめすなんて、そんな卑怯なことはしねえよな。そら男のやることじゃねえよな。そうだ、卑怯だぞ。なるほどな。確かに怪我人をぶちのめすなんて後味の悪いことだ。とっても男らしくねえことだな。心の痛むことだ。そうだよ、こんな俺をぶちのめしたら嫌な気分がずっと残るぜ。だと思っては、おめえをすでに直しとけ。動けるかよ、動けるか。怪我はすっかり治ったよな。治っている。さあ一旦おめえを治せばよ。これで全然卑怯じゃねえわけだな。なクソガキにバレたんだ。お前はバカ丸出しだ。あの世でお前が来るのを楽しみに待っててやるぞ。いやクソッタレが、なんだこの敗北感は。ここで時を止めても奴までは遠すぎる。スイッチを押させるな。君は本当に頼もしいやつだ。この町に来て君と知り合えて本当に良かったと思っているよ。そしてやれやれ間に合ったぜ。やったぞ、発動したぞ。